こんにちは。今回はですね、もし該当している労働者がいてたら、そこは超ブラックなので考えた方がいいですよって話ですね。自爆営業ですね。はい、自爆営業について今回も話したいと思います。はっきり言いますけど、自爆営業を定めてる会社は違法です。はい、これはグレーじゃなくてブラックです。はい、完全に黒です。はい、灰色じゃないよ。ちゃんと法律に定められてますから、達成できなかったら労働者が弁済することが前提になっているノルマを制定することはきちんと法律で罰せられ違反だって定められてますから、はい、なのでこれちょっと法的な知識ない方、知らない方結構多いんですよね。なんとなくグレーだけど、なんかきちんと罰されることはないんじゃないかなと思ってる方多いんですけど、明確に罰せられますから、例えば最近はだいぶ減ったと思いますけど、以前例えばコンビニの季節商品ね、恵方巻きとかクリスマスケーキとかで、バイトの子たちに、一人当たり何個ずつ売らないと、ノルマ達成しなかった分は給料から天引きするよとかね、完全に違法ですから、グレーじゃなくてブラックで違法ですから、はい、ですので極端な言い方すると、それをやられた方は弁護士の方に相談して訴訟を起こしたら勝ちますから、はい、なのでそれぐらいどっちかわからないじゃなくて明確に違法なので、自爆営業が、ルール化されている会社ですねっていうのは、もし今までその自爆営業で払ってきたお金が結構な金額になるんでしたら、多分弁護士費用を払っても戻ってくる金額があると思いますから、もしそういう金額がたくさん溜まってる方、すぐに弁護士の方に相談されることを勧めします。まず勝てますから、裁判にしたら、はい、ですので私自身が会社一企業の社長なのに、どこかさんの企業の社長さんを貶めるような話をして非常に恐縮ですけど、ちょっとそういう従業員をいじめる会社社長は私は残念ながらすきませんので、そういったひどい目に遭ってる労働者の方が見えたら、ぜひちょっと考えていただきたいなと思います。ちょっと今回短いですけど以上です。さよなら。